はい、皆さんこんばんは、出雲正人です。今日はですね、F トイスさんの、F35 ライトニング2を購入したのでご報告をしたいかと思います。ですね、たまたまですね、これを一つ買ってみたんですね。そうしたらですね、こうイギリス軍仕様のものが出てしまってですね、ちょっと思ったことと違うかなっていう部分があったもんですから、架空戦機でちょっと行ってみようかなと思ってですね、こういう感じでですね、まあ、実際にはないんですけど、こういうあの日の丸の貼り方っていうのはまずないんですけど、架空戦機ということでですね、これが実験機っていう設定でやってみようかなと思って今準備してるんですけどね。で、割とですね、まあよくできててですね、まあこういう感じの、まあランナーパーツなんですけどね、いかがなものでしょうかね。で、パーツ選択としては、飛行形態と、着陸した状態っていうのを選べるようになってるんですね。で、私はですね、まあ、着陸した状態でちょうどいい形にしてみようかなとは思ってるんですね。こんな感じですね。まあ原用機なんで、ね、昔の対戦機みたいな感じで目立そんなになんて言うんだろうな、特徴的なことはないというか、まああっさりしてますよね。こんな感じですかね。で、どういう風に行こうかなっていうところで、ね、架空機で行こうかなというところなんですね。で、本当はですね、ちゃんとした形であの日の丸を貼りたかったんですけど、このサイズに適した日の丸がなかったんですよ。まあ、なので仕方ないかなっていう部分でこういう感じなんですけどね。で、上下のがですね、なんかバリがあって合わさりが悪かったんで、一度外してみてバリを削って、まあ、再度もう一回、組んでみたんですけどね。まあ最初の時よりは落ち着いた感じにはなりました。まあ、なんていうんですかね。まあどちらかというとですね、あんまり米軍の飛行機とかあんまり自分は好きじゃないので、結局のところ中止になってしまった国産のステレスとかですね、ああいう方が本当は良かったんですけどね。まああれは残念でならないですね、中止はね。まあ中止してしまったものも言っても仕方がないので、まあちょっとこれを言ってみようかなと思ってます。で、また完成に関してはね、新たに動画を上げたいと思います。もしよろしければ、いいねボタンを押していただけるか、チャンネル登録をしていただけると大変に励みになります。今日は聞いてくださってどうもありがとうございました。